は祈り心を持って備えてまいりたいと思います。Thank you.
日、聖餐礼拝になります。まず礼拝が始まるにあたりまして、主の祈りを皆様でお祈りして始めていきたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは皆様お立ち上がりになりまして、使徒信条を告白してまいりたいと思います。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。私たちに命が与えられていることを感謝しつつ、命の光深く賛美してまいりましょう。
私たちの苦しみ痛みはすべてイエス様が十字架の上で負ってくださいました。イエス様の愛がどれほど深く大きな愛であるか、私たちあなたたち一人一人本当に主がどれだけ愛しているかという、本当にそのことを自分のこととして受け取っていくことができますように、十字架のイエス様を見上げ、今自由な形でこの愛がもっと分かるようにと、皆さんご一緒にお祈りしてまいりましょう。愛する天の神様、その拍手を捧げていきたいと思います。お一人お一人が主を体験ますますしていく方ができる礼拝となりますように、どうぞご着席ください。それでは報告の時として、ノリト先生に代わりたいと思います。お願いいたします。皆さんおはようございます。3月28日礼拝の、インフォメーションをさせていただきます。皆さんお手元に週報はございますでしょうか。週報をお持ちでない方は、受付に週報ございます。また QR コードでも週報を、見ることができますので、こちらもご活用ください。来週の予定であります、来週はイースター礼拝、いよいよイースター礼拝になります。主任牧師天野瀬博正先生がメッセージを取り継いでくださいます。またタイムスケジュールはこのようになっております。水曜日のリバイバル祈祷会です。このものが語らせていただきます。19時半から20時45分となります。こちらオンラインにも見ることができますので、皆さんで共に祈って、参りましょう。ウィークリースケジュールですが、このようになっております。また全国政界の案内を鈴木のり子姉妹、よろしくお願いいたします。はい、今年の全国政界なんですけれども、今までですね、先週まで、教会では、申し込みを行っておりましたけれども、コロナの影響を懸念しまして、残念ながら延期と、させていただくことになりました。今後の申し込みもですね、合わせまして、中止させていただきます。またですね、オンライン上で、個別に個人で、申し込まれた方々はですね、順次返金対応を行うということですので、そちらのご連絡もお待ちいただければと思います。教会でですね、この3週間申し込みを、この3週間の間に申し込みをされた方にはですね、本日から返金をさせていただきたいと思いますので、礼拝後にですね、私入り口の方に立っておりますので、お声掛けいただければと思います。よろしくお願いいたします。続いて、自宅での礼拝献金です。こちらの封筒をお持ちいただいて、オンラインで礼拝されている方も、お届けいただければと思います。東日本大震災復興支援金について川崎姉妹お願いします。
はい、こちらの方支援金の、受付本日までとさせていただきたいと思います。受付に箱がありますので、お心のある方はよろしくお願いいたします。続けてご案内させていただきます。はい、今日から、受難週となります。国旗献金の方は、今大変な状況の中にあるミャンマーのために、捧げていきたいと思っておりますので、こちらもよろしくお願いします。また日々の、御言葉の方、受難週祈祷カードをご利用いただいて、今週ディボーションの時を、ご自宅で持っていただければと思います。また、来週がいよいよイースターとなります。こちらのイースター献金の方の封筒、支所箱のある方は支所箱に入れさせていただいております。どうぞご利用ください。よろしくお願いいたします。続きまして、連鎖断食案内に、ございます。こちら1階に、置いてございますので、共にですね、断食して祈ってこの受難週祈り、歩んでまいりたいと思います。教会ホームページの案内です。こちらですね、最新情報、ホームページに、載っておりますので、ご活用いただければと思います。祈祷課題です。来週のイースター礼拝のためにぜひ皆さん覚えてお祈りください。また今週から4月1日に入っていきますけれども、新しい新社会人、また新入生の方々、新しい歩みが始まります。その方々の祝福のことも覚えてお祈りいただければと思います。続きまして、駐車名前カード設置ご協力のお願いであります。こちら毎週させていただいているんですけれども、どうかお車でお越しの方はですね、こちらの名前カードを置いていただいて、分かる形にしていただければと思います。こちら駐車票、受付のところに置いてありますし、教会入ってすぐ左手のところにございますので、どうか皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、インフォメーションは以上となります。では司会者に代わります。それでは主に先立って、感謝の献金を捧げてまいりたいと思います。お祈りのご奉仕の方、よろしくお願いいたします。皆様も心一つにお願いします。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御名をあがめ、心から感謝いたします。毎週こうして礼拝を捧げることが本当に当たり前のことではなく、主の恵みによる祝福であることを改めて思い感謝いたします。オンライン上での礼拝の上にも、あなたの豊かな祝福がありますように。今日から受難週ですけれども、主よ、私たちはあなたの十字架の家に罪を許され、あなたの御前に祈るものとされ、またあなたの罪の許しによって私たちは立ち上がって歩むことができていることを心から改めて感謝をいたします。どうぞこの1週間、あなたが十字架に向かって歩み続けてきたその歩みを思い起こし、祈ることができるように助け導いてください。お願いいたします。これから献金をお捧げいたします。主が私たちを祝福してくださっている、その祝福をあなたの御前にお貸しすることができることを感謝いたします。どうぞ捧げられるお一人お一人の上に、あなたの豊かな祝福の御手をさらに置いてくださるようにお願いいたします。この献金の時を心から感謝し、愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を持って献金捧げてまいりましょう。
主イエス様のメッセージ語ってくださる、教会の、村田裕子先生はですね、神様に期待して歓迎の拍手を持ってお迎えしてまいりましょう。改めまして皆様おはようございます。司会者も賛美の中でも伝えておりましたが、本日から受難週です。私たちは今日ですね、改めてイエス様の十字架を皆さんと共に仰ぎ見てまいりたいと思います。ですので、も本日のタイトルそのまんまなんですけども、イエス様の十字架というタイトルで、皆さんと一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。またそれと同時にですね、私たちは今日人の怒りについても見てまいりたいと思います。皆さんもイラッとしたり怒ってしまったりすることってあるんじゃないかなと思いますけども、特に最近はコロナ禍にあります。ですから、ストレスがたまるという方が非常に多いと言われています。そしてこれ、ある調査によりますと、ストレスが増えたことでどのような症状が現れましたかという質問に対して、もう圧倒的な1位、何かイライラなんですね。怒りなんです。つまり、なんかよくわかんないけどイライラする、人の発言に対して、言動に対してムカッとするっていう方が今増えていると言われているんですね。ですから、アンガーマネジメントの学びなどもあったりしますが、では人はそもそもなんで怒るんでしょうか。ムカッときて腹が立っちゃう、なんででしょうか。まあ、それは人それぞれ、何々するべき、何々するべきじゃないっていう、それぞれのまあこだわりだったり、また理想、期待、願望があります。でも、その何々すべきじゃないと思っていることに対して期待が裏切られると怒りが生まれるって言われております。皆さんにもそれぞれのこだわりありますか。このことに関しては何々すべきって思う、これはすべきじゃないって。例えばですね、ご主人が奥さんに対して、また奥さんがご主人に対して、妻なんだから、夫なんだから、こうするべきでしょうって言って、ちょっとでもイラッとしちゃったことってあるでしょうか。子供たちも、親なんだからこうあるべきだよって思う時もあると思うし、また反対に親御さんも、子供なんだからこうするべきじゃないって思うことってあると思います。また他には、人それぞれによってですけども、例えばメールをしたのならば返信はすぐに返すべきっていう方もいます。また時間は大切だから遅刻は絶対にすべきじゃないっていう方もおられます。まあ、これらの理想そのものが悪いわけでは決してありません。ただ問題なのは、その願いが、理想がそぐわないときに腹立ってしまう、怒ってしまうっていうことが問題なんです。では聖書の中で一番最初に怒りをあらわにした人、ブチギレた人って誰でしょうか。カインなんですよね。最初の人間、アダムとエバには子供が与えられました。兄のカイン、弟のアベルです。兄は土地を耕すものになりました。そして弟アベルは羊を飼うものになりました。そんなこの兄弟がある時主に捧げ物をしました。一緒に読んでみましょう。せーの。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。アーメン。そうなんです。神様は弟アベルの捧げ物には目を留めてくださった。でも自分、
カインの捧げ物には目を留めてくださらなかったんです。このことに兄は非常に腹を立てました。でも聖書をよく見るとこう言ってんですね。アベルとその捧げ物、カインとその捧げ物、つまり神様はまず捧げ物以上に彼らそれぞれの心をご覧になっていたってことです。そうです。人は上辺を見る。しかし主は私たちの心をご覧になる。じゃあアベルの心はどんな心だったのか。聖書を見る限り彼は羊のウイゴ、良いものですよね。その良いものの中からそれまた最良のものを、それも自分自身で持ってきたとあります。ですから言われたからとか受け身やらなくちゃ義務ではなくて、自ら進んで喜んで、アメンですか。神様その心喜びます。自ら進んで喜んで、そんな心だったことが分かる。じゃあカインはどうだったか。捧げ物は確かにしているんです。でも心が伴っていなかったことが分かります。形式的だったんじゃないでしょうか。捧げ物はしている、でも形だけだったんじゃないでしょうか。でもこのことに対してカインは非常に非常に腹を立てるんです。なんで神様、普通捧げ物したら受け取ってくれるべきでしょう、こうあるべきでしょう、なんで弟だけ弟の捧げ物には目を留めて、なんで自分のものには目を留めてくれないんだ。エコひいきじゃないですか。不平等じゃないですか。そんな怒りが彼のうちから湧き上がって、あんまりにも怒っちゃってもう顔を見上げることできないの、伏せってるんですよね。神様はそんなカインのこともしっかり見つめてるんです。だから彼に言った、その怒りを収めなさい、その怒りをそのままにしていてはいけない、罪があなたを恋し立ってるよ。でもカインはその湧き上がってくる怒り、苛立ちをそのままにしていたんです。そしてどうしたか、その怒りを弟アベルにそのまんまぶつけたんです。アベルを妬んだんです。アベルを憎しんだんです。そしてとうとう殺してしまいました。人類最初の人殺しがここで起こってしまったんです。神様このこと悲しみましたよ。そしてカインにその罪ゆえの裁きの結果を宣告されます。あなたは弟を殺した、その罪ゆえに呪われたものとなった、そしてあなたはさすらい人となる。この時兄カインが非常に恐れたことがあるんですね。それは復讐という問題だったんですね。自分が怒ってアベルを殺した、すると今度はそのことに腹を立て、カインのことを憎しんで、誰かが自分のことを殺すかもしれない、やり返すかもしれない。カインはこの復讐を非常に恐れたんですね。だから神様こう言われました。読んでみましょうか。せーの。そこで主は彼に、出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。アーメン。そうです。兄は弟を妬んで、憎しんで、もう恨んで、そして殺してしまいました。でも今度はそのことで誰かがカインに腹を立てて、恨んで、憎しんで殺してしまうかもしれない。そうなんです。新しい殺人、生まれてしまうかもしれないんです。この復讐の連鎖が続いてしまうかもしれないんです。ですから神様は、この悪しき復讐の連鎖を断ち切るために、一つの印を与えてくださったんです。ところがですね、カインの子孫たちは、その後も罪を犯し、その悪はどんどん大きくなっていってしまったんです。カインの子孫であるレメクは、ある時妻たちにこう言いました。青い字を一緒に見ていきたいと思います。せーの。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。アーメン。そうです。
やられたらやり返せという復讐の連鎖、それはやられたらただやり返すだけじゃない、もっとやり返せ、いやいや倍にして数倍にしてやり返せ、この復讐の連鎖はもっともっと広がってってしまった。そしてその後もなんですよ、この痛み、復讐の連鎖が大きくなってってしまった。このことに天の父は非常に心を痛めるわけです。なぜですか？だって神様はご自身の形に似せて人間をお作りになったんです。アーメンですか？アーメン。人間ってどんな存在ですか？私たちは愛されるものです。アーメン。そして私たちは愛するものです。アーメン。愛され、愛する、これが人が作られた目的であって私たちの存在なんです。ところが人間はいつの間にかその神様の目的から大きく大きく離れてってしまったんです。天の父はこれに非常に心を痛めたんです。だからこそかけがえのない一人子イエス様、愛してやまない大切な一人子イエス様をこの地上に送ってくださったんです。悪と憎しみ、争い、怒りにあふれるこの世界に愛を、許しを注ぐために天の父なる神様、犠牲をもって御子イエス様を送ってくださった。そしてイエス様は十字架上でこう祈られたんです。一緒にルカの23章の34節お読みしましょう。せーの。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アメン。イエス様この時に、彼らは何をしているのか自分ではわかんないんですっておっしゃいました。そうです、ユダヤ人の指導者たち、彼らどうだったでしょうか。彼らはこだわりがありました。自分たちこそが神に喜ばれるべき存在なんだ、自分たちこそが神に受け入れられる存在なんだって、そして自分たちこそが人々から尊敬されるべき存在なんだ、尊ばれるべき存在なんだって思っていた。ところがイエス様はご自分のことを神の御子だという、そして人々の心はみんなイエス様に向けられていく、神の子だって、この指導者にとってはもうそれは許しがたいことだったんですよね。神に対する冒涜だ。だからイエス様を十字架に釘付けにする、それは彼らにとっては悪いことじゃない、いやむしろ正義そのものだったんですよね。また民衆、人々はどうだったでしょうか。当時イスラエルはローマの圧政によって苦しめられていました。皆さんよくご存知ですよね。ですから誰もが救い主を待ち望んでいたんです。このローマの圧政から自分たちを解放してくれる、自分たちを自由にしてくれる、そんな革命家を求めていたんです。そんな時です、イエス様が突如現れたんです。イエス様が祈ると悪霊に苦しめられている人は解放されていった。イエス様が祈ると目の見えない人の目は癒されて、耳の聞こえない人の耳は聞こえる、もうあらゆる病気が次々に癒される。そうです、今まで見たことのないようなさまざまな奇跡が次々に行われる。イエス様すごい、なんて身力がある。それだけじゃない、イエス様のお言葉一つ一つも権威に満ち溢れている、力に満ち溢れている。だから人々思ったんです。ああ、この方こそ、この方こそ私たちが待ち望んでいたメシアだ、救い主なんだ、ローマから解放してくれる革命家だって希望を持つようになった。ユダヤ人にとって杉越の祭りっていうのは非常に大切なお祭りです。昔
彼らの子孫は、彼らの先祖はエジプトで奴隷として苦しめられていた。でも神様がその奴隷からエジプトから救い出してくださった。それと同じように今神様は一人のメシアを使わして自分たちをローマの圧力から解放してくれるんだ。人々の期待はますます高まっていったんです。だからこそイエス様がエルサレムに入場されるときに人々大歓迎でした。そしてなんて叫びましたか。ホッサーナ、今救ってください、ホッサーナ。人々は叫んだんです、大歓迎したんです。でもこの彼らの高なる大いなる大いなる期待はいつしか失望に変わってしまうんです。イエス様はこの後すぐに捕らえられて、そして裁判にかけられます。そしてやりもしないようなこといろいろ言われるんですけども、イエス様どうだったでしょうか。イザヤ書の53章の7節一緒に読んでみましょうか。せーの。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に行かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かない。アーメン。イエス様どんなにひどいこと言われても、やってもないようなことを言われても何の弁明もしないんですよ。言ってみるならやられっぱなしなんです。その姿はもうあんまりにも惨めで、あんまりにも弱々しかったんです。救い主メシアならこの時大胆に弁明するべきでしょ。救い主だったらこの時に大胆に戦って大勝利を収めるべきでしょう。自分の力を表すべきでしょう。人々にとってのメシア像とこの時のイエス様のそのお姿はあんまりにもかけ離れていたんです。だから人々はあんなに期待していたんだけども、その期待は一瞬のうちにして失望に変わっていった。そしてその失望は怒りに変わったんです。そして彼らは叫んだ、口々にイエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろ。怒りと憎しみを持って彼らは叫び始めたんです。それぞれがこうあるべきだ、こうなるべきだ思っていた。自分たちの主張を正しいと思っていた。自分たちの判断、自分たちの考えは正しいと思っていた。でも彼らのうちにあったもの、それは怒りであって、妬みであって、憎しみであって、これらが罪です。そしてこれらがイエス様、罪のない神の一人子を十字架に釘付けにしてしまったんです。だからイエス様は十字架の上でこう祈られたんです。もう一度黄色の字一緒に読みましょう。せーの。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アーメン。そうです。罪と咎、怒りと憎しみ、裁きにあふれ出るこの世界にイエス様十字架にかかってくださいました。そして私たちに許し、愛を注いでくださいました。癒しを注いでくれました。慰めを、解放を、和解を注いでくださったんです。ここでもう少しだけ人の怒りについて見ていきたいと思います。預言者ヨナがいました。ヨナは神様によってアッシリアの首都ニネベに使わされました。アッシリアってどんな国でしょうか。それはものすごく恐ろしい、ものすごく残忍な国として知られています。彼らは次々に他国を攻めていく、そしてその国を滅ぼす、そして自分たちの領土を勝ち取っていった、押し広げていったんですけども、そのやり方っていうのがもうあまりにもひどかったんです。彼らはだいたい決まったやり方をしたんですけど、まず第一、もうここで私は言葉にも言いたくないぐらいひどい拷問をします。すんごいひどい拷問なんです。で次、そんな苦しんでる人たちを見せ物にするんです。
肉体だけじゃない、精神的にも恥ずかしめを浴びせ、最後殺すんですが、あっという間じゃないんですよ。じゅわりじゅわり痛めつけながらゆっくり時間をかけて殺していった。だからアッシリアといったら残忍な国というのは有名でした。でもアッシリアにとってはその自分たちの残酷さは自慢だった、誇りだったんですよ。だからこそ神様はそのようなアッシリアの使徒ニネベに預言者ヨナを使わした、そして裁きを宣告させたんです。この町の罪はあまりにも重い、だからこの町は滅ぼされる、神の裁きが下る。でもこの時ニネベの人たちどうだったでしょうか。彼らは心からへりくだり悔い改めてったんですよ。あんなに残忍な人、人を人とも思わないような人、もう価値観があまりにもずれてしまった、そんな彼らだったんだけども、でも神の御前に王をはじめ人々みんなへりくだって悔い改めた。するとどうでしょうか。神様はその罪を許して憐れんで、なんと滅ぼすことをやめるって言われたんですよ。さあヨナ、このことに非常に腹を立てたんです。え、ニネベ滅ぼさないの。腹立って腹立って、彼は神様に思わずこう言いました。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。まあ怒りあらわにしてるわけです。そこまで私は怒ってるんだ。でこのことに対して神様こう言われました。読んでみましょうか。4節です。せーの。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。そう、神様はヨナに当然のこと、英語は正しい、ライトってなってますよね、怒るのは正しい、怒るのは当然だ、当たり前のようにして怒るのかと聞きました。まあヨナからしてみたら、ヨナからしてみたらですよ、怒るのは当然だったんでしょう。だってアッシリアは今までどんなことしてきた、あまりにもひどい、そんな彼らを野放しにしてしまったらどうなりますか。今はおとなしくしているけども、またいつ残忍性を表すかわからない、そうしたらまたひどいことされてしまう可能性は高いと思ったんですよね。ですからヨナは、私が怒るのはもっともだ、このニネベは滅ぼされるべきなんだ、そう思ったわけです。いかがでしょうか。私たちも怒るときに、私が怒るのはもっともだ、私が怒るのは当然って思うことってありませんか。例えば虐待の問題、怒るの当然と思います。だってよく子供親選べないって言うけども、一番守ってもらいたい存在にひどいことされるなんて怒るのは当たり前です。またいじめっていう問題、いじめた方は何気なくだったのかもしれないけども、いじめられた方はたまったもんじゃないんですよ。人間不信になったり、トラウマになってしまったり、その後の生活だって苦しいっていう人だっておられる。また皆さんいかがですか。裏切られたことってありますか。仲良かった人、尊敬していた人、親しければ親しいほど裏切られたら腹が立ちます。どうしてって。傷つけられた経験ある方いますか。ひどいこと言われたことある方いらっしゃいますか。心が痛いんです。心が叫びます。怒るのは最もだって思います。でも聖書はこう言ってんです。一緒に読みましょう。せーの。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。アーメン。神様は私たちのどうして怒ってるのか、傷ついてる心も全部全部全部知っています。でも知ってる上で、その怒りをそのまんまにしていてはいけないって言われます。なぜ。怒りをほっといたらまた新しい怒りが生まれるんです。そしてやり返したい、もっとやり返したい、倍にしてやり返したい、その怒りは、その悪しき連鎖は膨張拡大されていってしまうんです。父なる神様、そのことを喜ばない、いや大いに悲しみます。だって
父なる神様一人一人のことを私の息子、愛する私の娘っていつもご覧になっている。私たちの作られた目的、私たちの存在の意味、愛されるものであって愛するものだから。だから私たちが怒り続けているとき、憎しみ続けているときに、神様は非常に心を痛めます。でもだからこそ天の父なる神様はイエス様を一番大切な一人子ですよ、この地上に送ってくださった。そしてイエス様は私たちのすべての罪とが、また私たちの経験した痛み、悲しみ、嘆き、怒り、憎しみ、恥かいたことありますか？恥、心配、恐れ、一切の一切のマイナスを負って十字架にかかってくださったんです。そして罪のない一人子が十字架で血を流してくださった、尊い血を流してくださった。このイエス様の代価、イエス様の贖いによって私たちには今神様の許しと愛、癒し、解放、和解が注がれているんです。これ簡単なことじゃないんですよ。神様だから簡単でしょ？いや違いますよ。天の父には大きな大きな犠牲がありました。イエス様もです。大きな犠牲がありました。でもそれを成し遂げてくださった。なぜ？愛しているから。愛の現れなんです。イザヤ書53章、イエス様の十字架が描かれていますが、最後このイエス様の十字架、この御言葉を私お読みしたいと思います。イザヤ書53章、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に表されたのか。主は、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ髪に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アメン。どうぞ静かにお立ち上がりいただけるでしょうか。応答としてまず一曲、神の御前に賛美を捧げていきたいと思います。天の父の大いなる犠牲、御子イエスの大いなる犠牲、それこそが愛なんだ。私たちは改めて受け取っていきたいと思います。
心に迫る。心に迫る。それと同時に私たちの内に潜む怒りについても痛み悲しみについても見てまいりました。私たちはとかく何々すべき、普通はこうあるべきでしょ、普通はこうしないよねと言って怒りを持って裁いて、時には憎しんでしまうことがあるかもしれません。でもイエス様の血潮によって私たちは罪許されるものであり、癒されるものであり、解放されるものです。そうです、父なる神は言われます。あなたは神の形に似せて作られた私の被造物。あなたは恨むために怒るために生まれたのではなく、愛され、そして愛するものとしてこの地上に生み出されたんだよ。ですから今日、父の大いなる犠牲、またイエス様の大いなる犠牲、その大きな大きな愛の中で、もし私のうちに
陰りがあったら暗闇があったら痛みあったらそれ全部主の御前に差し出して十字架から流れれる全ての良きものを受け取っていきませんか。許しを受け取っていきませんか。癒し解放を受け取っていきませんか。もうここにすでに注がれています。イエス様の十字架の贖いの御業、今皆さん共に主を見上げ祈りを捧げていきたいと思います。お祈りしてまいりましょう。ハレルヤ、神様感謝をいたします。イエス様の十字架のその大いなる贖いのゆえに心から感謝をいたします。すべての暗闇を打ち破り、あなたの光は照らされている。だからこそ今私たちのうちに何か暗いものがあるのなら、聖霊によって主の光の中でそれを明るみにしてくださいますように。さばいている心、怒っている心、私たちの中の罪つぶやき一切父よりよって洗い清めてください。私たちは怒って当然と思うようなことに出くわしたことがあったり、神様でも私たちの全ての痛みを、全ての嘆きを、主よ癒してください。イエス様、十字架の言葉は滅びになる者にとって愚かであっても、救いを受ける我々にとっては神の力です。イエス様、あなたの十字架の栄光が、その大いなる御業が今日このところに豊かに注がれますように。癒しを受け取ります。愛好も許しを受け取ります。私たちは主よあなたの子供たちですから、主よあなたの全ての良きものを受け取ります。今日受け取ります。そしてイエス様、あなたの技に心からの感謝を捧げながら歩んでいきます。受難週を導いてください。イエス様をもっと私たちに教えてくださいますように、イエス様の皆によって祈ります。生産式を執り行いたいと思います。どうぞ皆様ご着席ください。この生産は、主イエス様が十字架にかかられる前の夜に弟子たちと最後の食事を取るときにパンを裂いて祝福して、これを裂いた後弟子たちにお与えになり、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられましたキリストを示す新しい契約です。この聖餐に預かるときイエス様は私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。ヨハネ6章53節から58節にはこう書いてあります。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ
私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きるのです。アメン。愛する兄弟姉妹、救い主イエス・キリストを信じ、洗礼を受け、イエス様のしもべとしてふさわしく生きることを願っておられます方は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの 教会であったとしても、同じ信仰を告白している者は共に倍賛されますように。しかし御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。まだ信仰を告白し洗礼を受けておられない方は、ぜひ受け取らずにですね、パスされても構いません。そして救い主イエス様を信じて洗礼を受ける、その聖餐に預かれる日が一日も早く来ますようにと祈ってまいりたいと思います。またさまざまな事情があって、この場に来たくても来ることができずに、ライブ配信で礼拝されておられます方々の上にも、主の等しい恵みと祝福がありますようにもお祈り申し上げます。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。今このクラッカーとパンがクラッカーになりますけれども、そのクラッカーとブドウジュースを祝福し、どうぞ清め清別してください。私たちが御前に砕かれた心を持って主の肉と血として受け取ることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがイエス様にあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとさせてください。主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アメン。それでは賛美を持って、倍賛していきたいと思います。主の愛が今を賛美してまいりましょう。主イエス様は十字架に渡される前の夜、パンを取って、これを感謝して裂いて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。
またイエス様は同じように杯を取り感謝を捧げた後、この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むたびに私を覚えなさい。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって、そして流された十字架の上で流された肉、そして血、そして裂かれた肉体を持って私たちと等しく臨んでくださいます。今、信仰を持って主の御前に自ら深く顧み、そして祈り心を持って心の内にイエス様を味わってまいりたいと思います。まず1枚目の紙をめくり、そしてクラッカーを取りましたら、次に2つ目のフィルムを開けてください。それでは皆様で味わってまいりましょう。使用したカップは出入り口のところにあります袋の中に入れていただけたらと思います。では歌、賛美チームお願いします。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招いてくださり、久々の聖餐式、この聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエス様の恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。まだイエス様を知らずにこのコロナ禍の中で苦しみ絶望の中におられます方々、お一人お一人の上にも本当にこの誠の神様を早く知ることができますように、その目を開いてくださり、救いの御手を差し伸べてくださり、また私たちを使わせてください。また本当にこの場に来たくてもいろいろな事情で来れない方々の上にも主の豊かな祝福と恵みが共にありますように。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですとあります。病の中に伏しておられます方々の上にもあなたが直接触れてくださり、また心の傷が大きくある方の上にもあなたが直接その場で触れてくださいますようにお願いいたします。また私たち今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは自分の力ではできない弱いものです。聖霊様どうぞ助けてくださり、喜びと感謝を持って教会に仕え、また御言葉を述べ伝えていくことができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン、アメン。傷ついた
働いておられる主を本当にますます体験できますように、特にこの1週間受難週になります。本当にメッセージでもありましたように、イエス様は私たちの救いのために本当に罵られてもあざけられても、本当に私たちを主を父を彼らをお許しくださいと私たちのために取りなしてくださいました。この1週間受難週、イエス様の苦しみほんの少しかもしれませんけれども、私たちも共に味わい、また来週イースターとして復活祝うことができるものとなりたいと思います。それでは皆様お立ち上がりになりまして、ガブレッシュを共に賛美していきたいと思います。終わりたいと思います。 God bless you.